ヨーロッパのホテルにあるプールに設置されたシェードボールシェードボールは貯水池の環境保護及び蒸発を減速するために利用される小さなプラスチック製の球体バードボールとも呼ばれ本来は採掘によって汚染された池に野生の鳥が止まるのを防ぐために開発されたアメリカのフェアチャイルド空軍基地などでもバードストライクを防ぐ目的で 池に鳥を寄せ付けないために利用されている。シルバーレーク、貯水池でのシェードボール。2015年撮影。ロサンゼルス市水道電力局は2008年半ばから、シルバーレーク、貯水池に約4 0万個のシェードボールを投入した。藻類への対策のために塩素を加える際、発岩性物質である、シューソサン酸オが日光によって生成されることを防ぐことを主な目的としていた。 ラッドウップの当初の案では、水の保全については言及されておらず、グリフィスパークプロジェクトが完了するまでの5年間の計画を予定していた。しかし1年間で10億リットル以上の水の蒸発を防ぎ、水を節約することになった。2014年と2015年に、ラッドウップは、米国環境保護局の表層水処理規則に基づいて、 最大の貯水池に9600万個のシェードボールを投入した。ラッドウップは蒸発を防ぐとともに紫外線による生成物及び藻類の成長も減少させると主張している。ロサンゼルスのプロジェクトで使用されているシェードボールは高密度ポリエチレン及び紫外線によるプラスチックの劣化を保護するためにカーボンブラックが利用されている。カーボンブラックを添加することで 紫外線の透過を防ぎ貯水池の収素産地用の生成も防止される。直径は4インチで風によって吹き飛ばされないように水で部分的に満たされている。高密度ポリエチレンは容器や排水管に一般的に利用されている。ありがとうございます。